延岡のパックンイワ。グラグラボコボコ。ここは熱い熱いマグマの中。1400万年くらい前、たくさんのマグマが地面の下に溜まっていました。ある日のこと、グラグラグラッと大きく揺れると、メキメキメキッと地面が割れる音がしました。ドッカーン！地面の割れ目からマグマが噴き出し、真っ黒な煙が空を覆いました。大噴火が起きたのです。噴火の後、地面の一部がマグマだまりへ落ちます。残ったマグマだまりは冷えて固まり、巨大な岩になります。長い長い時間をかけて、風や水が地表を削り、地下の岩が地表に出てきて山になりました。おや？岩の一部が割れました。そのまま崖をゴロゴロ転がっていきます。ドスン！と崖の下にある川の中へ落ちました。岩はそのまま眠り続けています。この後どうなるのでしょう？ある日、空を悠々と飛んでいたクマタカが山の合間に何かを見つけました。地上に降りていくと、そこにいたのはあの崖から落ちた大きな岩でした。ぐーぐーと眠っています。もしもし、とくちばしでツンツンと岩をつつくと、岩はぱっちりと目を開けて言いました。わあ、僕、岩になったぞ。君が起こしてくれたの？そうさ、僕はクマタカ。君は誰？とクマタカが聞くと、岩は大きい口をパクパクさせて言いました。僕はマグマから生まれたパックン岩。よろしくね。ずっと眠り続けていたパックン岩は、ここがどこだか知りません。あたりを探検しようと、ゴロゴロ転がっていると、面白い岩だな、と言いながら動物たちが集まってきました。君たちはどこから来たの？とパックン岩が聞くと、僕たちはこの山に住んでいるんだよ、と動物たちは言いました。カモシカ、イノシシ、タヌキ、イタチ、ヘビ、チョウチョ。パックン岩にたくさんの友達ができました。山に季節が巡ってきました。草木が芽を出し、花が咲き始める春。草木が一段と生い茂り、小さい実をつけ始める夏。川の水が冷たくて気持ちがいいこと。地面が落ち葉でいっぱいになる秋。熟した木の実がポツンポツンと落ちてきて、動物たちはおいしそうに頬張ります。雪が降り、滝もカチカチに凍ってしまう冬。風が吹くと
宝石のようにキラキラと氷の粒が舞って、とてもきれい。パックン岩は、春の山も、夏の山も、秋の山も、冬の山も、大好きでした。ある日、山に人間がやってきて、ここを少し分けてくれませんか?とパックン岩にお願いしました。ここは僕たちも暮らしているところです。大事に使ってくれるならいいですよ。とパックン岩は言いました。わかりました。ありがとう。人間はパックン岩と約束して、ふもとで暮らし始めました。人間は山から木をもらい、家を建てました。畑では栄養たっぷりの土と、川から引いた水で、おいしいお米や野菜を作ります。人間は、時々山へやってきて、木を植えました。どうして木を植えるの?と、パックン岩が聞きました。もらった分をお返ししているんだよ。僕らの子供たちが、また山の恵みをもらえるようにね。動物たちは山の中で、人間たちは山のふもとで、暮らす場所は違うけれど、いろんなものを山からもらって生きているのは、みんな同じなんだなぁ、とパックン岩は思いました。やがて山は動物も草木も人間も、みんなが仲良く暮らす場所になりました。今日もパックン岩たちの楽しそうな声が聞こえてきます。